電王寺です。はい、ヨンです何やこの入り方。いや俺さ、キャンプしたいかってストーリーでよ言ってんな、うん、僕のストーリー見てください、インスタでキャンプしたいしたいって言ってるんですけど、はい、ストーリー上げてたら DM が来て、うん、したいんやったら僕 しますよみたいな、うん、結構してはる人らしいんですよ、キャンプを、うん、知らん人やろ。知らん。何してはる人なんそれ。で YouTube は撮ってはるらしい。え、何人ぐらいとかの人なん。結構多い。いや、30人ぐらいじゃん。やばいやん、絡むなよそんなん。返事返すないや、利用できたらなと思って。あ、なるほど。利用っていうか、この有効な、はい、有効的な絡みができたらいいかなと思って。はいはいはい、行きましょうか。あ、ちょっとね、うん、何もさ持ってないやん俺ら、うん、そういうキャンプグッズをさ、うん、飯だけ持ってこいって言われたから。一応カレーやん、やっぱりキャンプって言ったら。あ、なんか買ってきたの。うん。何？カレーと、うん、まあじゃがりこと、まあ飲み物。向こうの人が意地悪でさ、飲み物くれへんとかいうタイプの人やったら嫌やから、はいはい、あ、一応食べ物だけ。そう、カップラーメンと、あとは全部揃えてくれてんねんならしいけど。大丈夫かなこんにちは。あ、よいしょ。すごいところですよね。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。あの、みやこっていうんやけど。はい。あ、そうなんです。え、YouTube されてましたね。YouTube やってる。これコラボっていう感じですか。まあ、そんな感じで。はい。今日は、まあ、俺のテリトリーやから。はい。まあ、従ってもらうけど。はいはい。まあ、楽しんでいこうや。ちょっと待ってくださいね。ちょっと4来て。ちょっとだけ待ってくださいね。ありがとうございます。はい、中身のこれ確認だけ。めちゃくちゃエロそう。めちゃくちゃエロ。チャンネル登録者数30人ぐらいしかおらへんくてさ、 DM やったやで。俺全然あのキャンプやってるんで、よかったら一緒にやりませんかみたいな感じやったのよ。嫌な予感してたわ。癖強いなこれ。癖強いな。あ、すいません。はい、しろやろ。やりましょう。マジで。何からやったらいいですか。僕ら自分らキャンプあんませんの。いや、しないです。まあ、したい。他キャンプみたいな。他キャンプ、はい、何やそれ。いや、その本格的ではないですけど、他キャンプ外でちょっと。キャンプはお金やろうやろ。絶対やるぞ。時間ないよ。まあ、キャンプは楽しいもんや。うるさいわ、俺が喋ってるやん。喋るな。チャンネル見てくれてるんですか。チャンネル見てるよ。おもろい。はい。チャンネル登録者数少ないからさ、俺らの方が上やから絡めて嬉しいみたいな感じで気合い入りすぎちゃうんですか。いや、マジでそんな気持ちはないから。じゃ気合い入りすぎ。見てる方多分寒いと思うんで。気合い入ってんじゃん。そう、半人焼けみたいなやってるのが一番おもんないんですよ。はい。あ、ここだけ来てからずっと滑ってるんですけど。うるさいね。キャンプしようや。キャンプしようぜ。僕もやっぱりあのキャンプしようぜ。はい。まずほな設営しよう。何かやったらいいですかね。テント立てよう。はい。あ、ウィトネックを食べ物なんすけど、一応、はい、何持っていい。僕が一番憧れてるのはカレーかなと思ってますね。それと、うん、カップラーメン。やっぱ外で食べるカップラーメンが一番美味しいっていうのを一応聞いたことがあって。カップラーメン。まあ、ええわ。ええんか。まあ、ええわ。いや、めんどくさいを楽しむのキャンプってことですよね。そうや、キャンプ中のめんどくさいを楽しむの。あと、なんか設営の時とかにシュッと食べるじゃがりこ。舐めてんのか、お前。いや、もういいやん。お前何しに来てん。お前美味しいやんな。美味しい。いや違う、これは食べるためのやつじゃなくて、そういうなんかこう設営中とかにちょっとな、お腹空いたとか。いやいや、お前なキャンプってもカレーがわかるわ。早くしてくださいよ。もうやりましょう。設営しようぜ。え、ちょっとあのまだね、本格的やんな。なんせや、設営しよう。これなんすか。それは人膜や。なんすか人膜って。人膜。うん、焚き火人膜って言って風強いやろ。はい。風強かったら焚き火が安定せんわけ。はい、でこれで言ったら膜作って風をしのぐっていうアイテム。なるほど。いくらぐらいするんですか。1万ちょっとやったじゃあから、この間100均でそういう似たようなやつ売ってました。100均で買えたんですか。買えた。ああ、似たようなやつ売ってた。からこれ開けたらいいですか。めちゃくちゃ怒ってますやん。いちいち言うなよ。あー、ごめんなさい。そ、好きなもん集めてね。それがキャンプや。はい、なんかキャンプ好きな人ってその強要してくるからもうすっごい俺嫌やねん。自分のあれをすっごい悪やろ。だからもうまさにもう俺のさ嫌なキャンパーの代名詞やねんあの人。これ人間ここでいいっすか。あれもだって取らなさい。こっちじゃん。お前テントの入り口のところに立てるのがもうそれが王道じゃん。どこにテント立てるんすか。おい、立てよ。おい、立てよ。何からやったんですか僕ら。とりあえずそれ二人で持つんだ。そんな思うなよ。そうだね。立てて持ったらええがな。あのテントの守りが一緒のことや。こっち引きずるな。ファミアのイートイン行きましょうよみんなで。お前何しに来てん。まあまあまあ一番重要な。え、ちょっと待って。何。いや、お兄さんあれっすよね。何や。
あのブルーリーに惑星めちゃくちゃされたシャモ星人っすよ、ね、誰がお前鳥の星人じゃんお前髪型だけよお前ピックアップすんなよ顔も似てんみたいな。とりあえずテント立てよ。これはどうすんの？これはとりあえずおい捨てんなー。とりあえず順序ってのがあるから。友達に出しすぎて日常声出していいからボリューム感が増す。おる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 おい。テントから立てていこう。カメラ見てちょっとカメラ見てもらってこれ下向いてちょっと。去年の1月犬死んだんですけど、うん、白いパピオン、うん、こんな感じ。あー似てる似てる。死んだパピオンと一緒にすんなよお前。いじりにくいわ。25号線であんな猫死んでるしだったの。内側の方の色な。気持ちいいわ。いや、そうなんですか。ええわ。あ、見てたらやっぱ面白そうやったし。おお、うまいや、うまいや。いいやん、いいやん。ゼロ点。ゼロ点。ここがいや、十分に出てない。全然違う。何もできてない、お前は。お前、何してきた今まで。お前、何のために生きてきたなあ。普通にできてたやん。お前な。デグっていうのは、外から45度ぐらいの角度や。大体。こうやって引っ張られたら抜けてまうから、はい、外側に向けて、ほんでこうやって打ってくれな、はい、片手なんかでやったことはもう、そんなもう抜けるってまうやろ、これバーって売れてまうやろ、だから持っときながらこうやんねん。おい、はい、お前何してんねんお前。いや、なんか抜けましたよ。抜けましたじゃん。勝手に抜けた。ちょっと触れただけで抜けた。うん、ふってやったら斜めでも抜けんねん。斜めでも抜けん。抜けへんわ。言ってることめちゃくちゃじゃないですか。なあ、あんな怒る。なんか楽しないな、うん、でもチャンネル登録者数50人の割には声出てんな。うん、50人ぐらい。1万人超えてるぐらいの声は。あ、分かる分かる。1万人超えた後の声やな。うん、見て、これなんな。タヌキそば。ペヤングって書いてるやん。なんかこれでみんなドヘア言わせようとしてるやん、これ。ほら、巨大ペヤング。いや、家でやれとか言ってなかった。それ、この家でできるやんけ。めんどくさいよ、楽しめとか言ってたやん。だから多分、僕らも結構こんな見慣れてるから見ても、あー、何これ、あったらでかいペヤングねってなるけど、多分、あいつの中の頭の中ではでっかーとかになると思ってやるな。50人やな、登録者数50人やわ。そこが耳やから、ちょっと嫌やんな。俺、アイス掘ってきて、ちょっとこれなんすか。これ、なんすか。あの、そばや。これ1個ですか。ああ、これ鍋とかじゃなくて。鍋じゃない、食べるやつやった。これ食べるやつや。え、こんな量あるんですか。でかすぎやん。でかー、めっちゃくちゃでかい。こんなん食べれませんよ。食べれへんすよ、こんなん。年越しそばまだ食ってない。年越しそばでこれ一人で食おう思ってたんすか。やばいっすね。いや、YouTuber すぎますやん。すごい。みんなで食いたいと思ったんや、だから持ってきたんや。さすがにこのでかさは見たことなかったな、うん、いや、こんなん見つけるのすごい。 YouTuber っすね、やっぱりすごい。これはほんまマジですごい。ありがとう。うん、これまた後で食べましょうね。食べよう。濃いな。あれ、ちょろな。相場切れて濃いよな。あんだけ切れててやったらさ、普通さ、そんな当たり前やろぐらい言われんのかな思ったら、ただただ照れるっていう。本物犯人やけな。え、こんな一人でこう思ってたんすかみたいな顔見た。バリ気持ちするな、顔。あの顔できへんで。みんなでそう思った。だいぶキモい。あれ、絶対嫌われてるし、あの、万人嫌われてるやん。毎秒嫌われてきた。書いてへんやろ。理由言えあかんわ、あかんわ、あかんわ。なんであかんねん、モラルか、常識か、常識か、常識か。火事になるかもせえやろ。は、火事になるかもせえや。燃えたとないすんやろ。なってないやん。なってへんやん。なってかれへんやん。